めちゃくちゃ怪しいと思ったでしょ、このサムネを見て。これね、アマゾンで1円で買ったんですよ。たとえゲームボーイであったとしても、もうちょっとなんて言うんだろうな。なんかね、絵を描くとか、知ったり、普通はするもんですが、このポケットラブ、ポケットハートラブっていう書かれた、このパッケージに惹かれて、俺思わず買ってしまいました。1円です。まあ、1円の理由も、わかるような気がしますけどね。まあ、おそらく恋愛ゲームなんじゃないかなと俺はなんとなく思うんですが、ちょっとつけてみましょうか。スタート。おお、ポケットラブ。でもここまでは何のゲームかわかんないな、まだ。このゲームは CD プレイヤーを使用し、声優の音声とゲームをリンクさせて聞くことが、え？ちょっと待って、そんなのついてなかったよ。だってこのシンプルなカセットだけだったのにさ、ついてなかったよ。あ、なんかあれか、プレステのゲームみたいにさ、音声を再生することができるってことか。持ってねえよ。 CD プレイヤーを使って CD とリンクさせますか。させてよ、させて。ちょっとポケットラブそんなあんの。はい、Amazon 4000円で CD 買ってきました。せっかく1円でね、お得なゲームだったのに、ちょっと、その CD がついてるやつが4000円ぐらいしてですね。いや、せっかくさ、安くついた思ったのにさ、4000円かかりました。でもちょっとこれはね、ゲームボーイでこの CD とリンクさせるなんて聞いたことがないんで、ちょっとその異文化というか、今まで出会ったことないこのゲームのシステムを体験したいと思います。リンクさせます。CD 用意しております。CD プレイヤーに CD をセットし、再生ボタンを押し、すぐにポーズボタンを押してください。ものすごく最先端だけど、あれなんだね。なんかものすごくアナログのことをさせるんだね。なるほど、なるほど。これを、起動させるだけさせて、すぐに一時停止を押すと。はい、OK です。スキップボタンを使って9番トラックを選んでください。9番トラック。オープニングっていうトラックがありますね。なんか、30個ぐらいトラックがあるね、このやつ。一斉に再生させる形にしましょうか。はい、選びましたよ。CD プレイヤーのポーズボタンとゲームボーイの A ボタンを同時に押してください。面白いなぁ。そんなことまでしてさ、ゲームボーイで音を出したいんだったら、ゲームボーイで出さなきゃいいのにね。初めから、プレイストに出せばいいのにね。まあ、そこが面白い試みですけど。はい、せーの。はいっと。私、佐伯りお、すげえ。高校2年になりました。なんかフルボイスっぽいね。は A、ルルナちゃん。生まれの双子座です。わあ、これすげえシステムだ。幼馴染のあなたに、改まって、自己紹介。なんか無理やりフルボイスにしてる感がすごいですね。でもね、この子は。私ももう16歳だから。16歳。昔より少しは大人っぽくなったでしょ。いや、大人っぽいでしょ。服装がやばいもん。服装がイケイケだもん。手芸とショッピング、うん、なんかちょっとずれてきてるよ。いろいろあるけど。なんかすげえずれてきてるよ。遊園地なんかも大好き。あ、遊園地後ろにあるもんな。メリーゴーランドとか。じゃあルルナちゃんちょっとずれてるよ。もうちょっとゆっくり読んだ方がいいね。ルルナちゃん、せっかくフルボイスなんだからさ、もうちょっとゆっくり読んでくれた方が嬉しいね。幼馴染って書いてある説明書に、この子と主人公は幼馴染で、男子には結構人気がある。前の四郎に憧れてるって書いてるけど、俺前の四郎じゃねえよな。別の好きな男がいるんですね。まだ出てない。あ、出た。はいはい、ずれてるよ。はい、ずれてます。もうちょっとゆっくりね。なんかスポーツ会系、大会系のね、ボイッシュな子かな。うん、ちょっとね、自己紹介なんてあんまりしたことないから。うん、走ってるよ、声。緊張しちゃうよね。うん、緊張でちょっと走っちゃってるよ。そうそう、もうちょっとゆっくり喋ってもいいよ。私の趣味はスポーツ。はい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 。外で遊ぶのが好きなんだ。なんか一人っ子駆動みたいになってるよ、みずきちゃん。うん、暇な時なんかスポーツは観戦も好き、グラウンドまでゲームするのも好きだし、実況するのも好きみたいなね。そういう感じね。ちょっともうフルネタバレになってるよ、文字とあれ声が。星を見ることを。あ、星を見る人っていうクソゲーありますよ、ファミコンに。どうでもいいですよね。あ
はい、得意じゃないから、うん、おしゃべりあんま得意じゃない、もううまく話せてないよ、全然うまく話せてないよ。とりあえずこれから1年、はい、よろしくね、うん、俺4000円かけたんだからちゃんと喋ってくれないとさ、ちょっとさ、こんにちは、誰誰誰、ちょまだ早いよ出てくんの、はい、ちょっと心折れたんでね、ここいらでちょっとゲーム始めましょうか。4000円かかったんですけどね、まあ正確には4001円ですね。ポケットラブスタートボタンを押してね、はいと。1997年なんで、まあ言うても20年以上前になったんだな。スタート名字を入力してね、あ、俺こういう時はね、高坂っていうね名字を使っております。はい、高坂でいきましょう。で、ここはレトルトでいきましょう。カタカナはないか。レトルトくんとかってさ、CD をうまくやったら読んでくれたりせんかな。絶対無理だろうけど。もう収録されたあれだからね。なんかどっかで CD をボタンをまた再生してねみたいなのが出たりするんすかね。はい。ニックネーム、あーしまったーしまった、ニックネームをレトルトにしたらよかったー。ニックネームねー。ニックネームはね、トルトルって呼ばれてたことがあるね。トルトルで行きましょう。はい。レトさんかトルトルだな。俺を呼ばれるとすると。レトルト以外でね。誕生日は、12月の24にしましょう。いつもそれにしております。なんか恋愛系、ゲーム系でさ、この日を誕生日にすると、ごちゃっとしそうな気がちょっとするけどね。血液型は O 型ですと。はい。これでいいかな？小坂レトルト。ニックネームトルトル。トルトルって呼んでくれるようになるのかな？なにこれ？土曜日までの予定を立てよう。なんかシミュレーションゲーム的な要素があるんだ。学力、格好。格好ってのがあれかな？格好良さってことかな？で、体力、器用さ、健康、センス。レトルトセンスゼロです。器用さもゼロです。勉強、身だしなみ、クラブ。何部なんだろう？カラオケ。めっちゃ遊んでんじゃん。これセンスかな？ゲーム。あ、ゲーム実況やろう。ゲーム実況はやんなきゃいけないからね。じゃ、とりあえずゲーム実況で、とりあえずこれストック貯めてから女の子と。かなり頑張るがゲームです。あ、2個選べんのかな？はい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 。じゃあ、まあ、こういうのはゲームですね。ゲーム実況の傍ら、プライベートでもゲームをする。めっちゃオタクの少年なのかな？新学期の始まり。今日から新学期だ。新しいクラス。一体どんなやつがいるのかな？おお！ちょっと喋んないな。CD のやつとかないんだ。あ、小坂くん。でも結構なんかグラフィックが今風というか可愛いよね、普通に。同じクラスだったんだ。小学校の時以来だから、すっごく久しぶりよね。小学校の時遊んでたけど、中学がもうすっぽり抜けちゃったのかな？別のとこ行って。そういえばずっと小坂くんとはお話もしてなかったわね。悲しいな。もうそれ幼馴染と言えんのかな。よくよく見たら俺100円しか持ってない。高校1年生で100円しか持ってないのまずくないですか？でも、今年はせっかく同じクラスになったんだし、また仲良くしてね。もう仲良くする以上のことをね、しましょうね。仲良くしたい。別にどうでもいい。最低。これ俺はちゃんとこういうとこはしっかりね、ポイント稼いでいこう。こちらこそよろしくね。高坂くん、ありがとう。じゃあ、またね。これがね、高校生活、初めて最後の会話だったらやだな。佐々木ルルナが去っていくと、他の男子生徒が集まってきた。僕はルルナとの関係をいろいろ聞かれた。なんか恋愛ゲームあるあるだな。学園のマドンナみたいな感じなのかな？そうか、佐々木ルルナって結構人気があるんだな。そんななんかさ、可愛い子がいてもさ、おいお前あれ誰なんだよ、みたいな。そんなないけどな。そんなさ、そんな色めき立ってる格好、色めき立ってる格好ないからね。はい。はい、俺はちょっともうゲームに。なんか上がってる？器用さが上がんのかな、もしかして。放課後の出来事。あ、佐伯ルルナだ。ねえ、レトルトくん。お願いがあるの。あ、なんでも聞きます。ルルナちゃんのお願いならなんでも聞く。イヤホン落ちました。はい。私、手芸部に入ってるんだけど、はい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 。手芸が趣味ってね、教えてくれたもんね。訪れしてたけど。部員数が少ないの。男で手芸部はやばいでしょ。いいとは思うけど、部活でまでやることなのかっていう。ちょっと手芸部、手芸部はきついな。ちょっ
とな、入れないな。他の子たちとのね、関係性を失う感じになるから、ごめん、ちょっと手芸部はちょっと男たるもの手芸部はちょっと無理かな。ごめん、趣味じゃないんだ。そう仕方ない、こればっかりは仕方ないよ。でも誘ってくれてありがとう。そうね、趣味じゃないんでしょ。そんな顔せんでもそりゃそうでしょ。うーわ、もう絶対俺に話しかけてくれないじゃん。もう俺のこと嫌いじゃん。ゲームばっかしてって。お前ゲームが趣味なんだろみたいな。あ、もしかしてまだ話しかけてくれる。そして俺はなぜか300円を浮かしている。なぜか300円増えている。なんか見られてる感じがする。あ、佐伯ルルナだ。でもすぐに目線をそらされてしまう。もう嫌われてんじゃん。手芸部入んなかっただけで嫌うってさ。ちょっとあなたの方に性格が、あなたの性格に問題ありますからね、これ。何それ、その目線、何自投って目線。やめてください、私を叱感しないでください。たまに100円浮いてんのあれなのかな。ちょっと500円昼飯代もらって400円分しか使わなくて100円ずつ浮いてんのかな。よくわからんけど、めちゃくちゃ器用になってきてますね。ちょっと勉強、学力16か。身だしなみが悪すぎるな。ゼロってものをまず、なくそう。今日は休日だ。もうちょっとこれ身だしなみをね、はい。ポップティーンとかね。アゲハとか言いましょう。はい。で、ゲームをしたので、俺多分もうこれでね、ちょっと、今週出たゲームは、このがっつりやってクリアしたはずなので、4月、多分期末テストは7月ぐらいだと思うんですよ。7月の頭ぐらいだと思うんで、そうね、アルバイト、金を稼ぐこともできんのか。こういうってあるじゃん。こういうしよう。え？あ、こういうが見れんだ。ルルナと俺の関係。なんか俺あれなんだけど、非常口みたいな見た目だけど、この星マークはそんな仲良くなさそうだな。あー、何がいいんだろう。保存とかもあんだね。まあ勉強するか。いや、身だしなみだな。身だしなみをかなり頑張りつつ、鏡の前にひたすらいつつ勉強するっていう、先週とは打って変わって別の子として頑張っていこう。これは素晴らしいよ。おや、グラウンドの隅で誰かうずくまっている。お、出た、訪れの喋るの苦手な子。あ、同じクラスの高尾瑞希だ。でも今まで喋ったことないんだよな。この子は説明書によると、陸上部。ちょっと声はかけようよね。高尾さん、どうしたの？あ、小坂くん、名前覚えててくれた。嬉しい。4月21日で、1ヶ月経ってないのに名前はちゃんと覚えてくれてる。ちょっとシューズの紐が切れちゃって。じゃあこれでよかったら使いなよ。ちょうど靴紐そんなことある？靴紐ってそんな持ち歩くかな。はい。あ、どうもありがとう。靴紐切れたって言っても、そんな靴紐が切れたことって俺人生で一度もないけどね。じゃあまた。いや、ヒールが折れたりとかそういうのはあると思うけどさ、靴のトラブルね。ふーん、高尾瑞希か。何ちょっとニヒルな感じで今見てんだよ。ふーんって。でもこれは第一印象かなりいいですよね。あ、喋りかけてくれてんじゃない。ついに千円札をあの子持ったのねって。レトルト君千円持ってるのねって。なんか見られてる感じがする。あ、佐伯ルルナだ。もう嫌われてるもん。手芸部が趣味じゃないっつっただけで、おかしな話だよそれは。僕納得いきません。ルルナちゃん、ちょっと性格が悪い説がありますね。ちょっと俺の方からね、願い下げですね。別のこと仲良くしよう。クラブ、ちょっと、クラブ活動を、お！文化系が囲碁、手芸、英会話部。体育会系が野球、バスケット、サッカー。陸上部ねえじゃねえか。他の女の子もね、説明書には載ってるんですけど、ハンバーガーショップでアルバイトしてる上級生とか、あと転校してくる子とか、カラオケ好きな今時の女の子とか、人見知りが激しい下級生とかがいますね。
ってことは手芸部以外に部活をやる意味はないかもしんないな。カラオケ行きまくってさ、うん、カラオケに行って、そこであの新しい女の子と知り合いましょう。来い。うわ、ダメでした。あ、何？あ、休みの日かな。学力低いな。学力とりあえず頑張ろう。とりあえず勉強しまくろう。まだまだ健康だもんね。132。あ、そろそろ話しかけようよ。そろそろね。そろそろさ。なんでなん？めっちゃこっちのこと気にしてんだよ。まあ、俺のこと好きなんだろうな、言うて。手芸部誘ったぐらいですからね。普通嫌いな男子は手芸部誘いませんからね。もうでも俺はカラオケの、まだ見ぬカラオケの女の子を目指す。さあ、来い！カラオケの女！お、放課後僕がグラウンドで遊んでいると。グラウンドで遊んでんだ。小学生みたいだな、放課後遊ぶって。あ、高尾瑞希だ。あ、小坂くん。あの、前からお礼を言わなきゃって思ってたんだけど。どうして？いや、わかってるくせに。お前が撒いた種だぞ、これは。今、お前が撒いた種が花を咲かそうとしているんだ。だいぶ前に小坂くんにシューズの紐をもらったよね。なんか、ちゃんとお礼を言ってなかったから。今頃何言ってんだよ、最悪。うん、気を使わないでいいんだよ。お礼だなんて。そんな気を使わなくてもいいよ。でも、あの時すごく嬉しかったから。小坂くん、ありがとう。好き、抱いて。それだけ言うと、高尾瑞希は恥ずかしそうに走り去った。また俺モテてしまった。モテ期到来。またモテてしまいましたね。ほら、モテてるもの見られている。あらららららら、あれ嫌われてる？これ。どういうこと？学力は順調に上がっていってる気がするね。あ、ゴールデンウィークだな。ちょうど時期が近いですね。カラオケに行ってたらさ、女の子出てくんじゃないのかな。カラオケ好きの女の子がいるんですよ。アルバイトにも女の子。これこれ、ハンバーガーショップで働いてるって書いた。よしよしよし。これで OK でしょ。はい。これで女の子出てくんじゃない？出てこない。カラオケとハンバーガーショップのアルバイト。この二択で、新しい女の子を出現させましょう。アルバイト、あれなんだね。3900円で、5400円だから、1500円分働いてるね。2時間ぐらいしか働いてないな、こいつ。いや、なんも出てこないのかな。平日カラオケで、アルバイト、平日、これ。水曜日に、火曜日には、選べないんだ。水曜日と土曜日しか選べない。そんなのあるんだな。身だしなみはやっぱ必要だな。アルバイト、で、カラオケ、土曜日だっけ？金曜だっけ？あ、土曜日か。オッケー。土曜日は多めにもらえるとかあるかな。よし！まだ土曜日が休みじゃなかった頃だな、学校。休みの日来た。じゃ、カラオケかな。で、勉強もしよう。ちょっと全然女の子が出てこないんだけど、このゲーム。全然女の子が出てこない。じとーって見られてるだけで終わっちゃうんだけど、このまま。来たー！アルバイト先での出来事。僕は仕事でミスをして、店長からこっぴどく叱られてしまった。何したんだろうなー。あれかな、ハンバーガー、俺の、あれかな、マクドナルド物語みたいな失態を犯したのかな、落ち込んじゃうな。おっと、そのくらいのことで落ち込んじゃダメよ。これあげるから元気出して。はてな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 。バイトの先輩か？はい、缶コーヒー。会社の上司みたいだな。おい、怒られたぐらいで、どうしたんだっつって。お前はまだまだ、始めたばかりなんだからよって缶コーヒーこう、なんかね、ほっぺたにぶつけてくれるみたいなね。もらえます。だが断る。コーヒーもらう。どうもありがとう。同じバイト仲間だもん。お礼なんかいいって。ところで私、君と同じ高校なのよ。そうなの？そうだったのか。そういえば見かけたことがあるような気もするけど、気づくだろう。松田由美。先輩だやっぱり。二個上ってことだな。私は3年の松田由美っていうの。これからは学校でもよろしくね。また女の子を惚れさせてしまったな、俺が。
あとはカラオケの子さえ出てくれば。ね、女の子4人登場ですね。そろそろデートとかできんのかな？待って。こういう。なんか、ルルナとはハートが超ちっちゃいね。なんか、びっくりマークみたいなのがついてるけど。このユミとのマークも何なのかわかんないな。水木だけ完全にハートだけど。これ女の子をデートに誘うっていうのはないのかい？予定。女の子をデートに誘えないのかい？このゲーム。絶対誘う。連絡あった！ごめんなさい！デートに誘う。まあ、ルルナちゃんとちょっと関係が悪いから、ちょっとルルナに、ピポパッピップペポポ、トゥルルル、トゥルルル。はい、佐々木ルルナです。もしもし、高坂ですけど、僕とデートしてもらえませんか？デート？そうね。なんでこんな縦なの？メモ帳みたいななんか文章。ごめん！ダメなの！またね！悲しい。デートのお誘いだけで午前中が終わってしまった。もう二度と誘わない。いや、もうこれね、もう惚れかけですから、高尾瑞希ちゃん。ハートマークはついてましたから、トゥルルルル。トゥルルル。ドッピオです。はい、高尾瑞希です。もしもし、小坂ですけど、僕とデートしてもらえませんか？誘い方が下手なんだよ、お前は。普通断るわ。ダメなの！ダメなの？何？なんでダメなの？さあ。もう休日はデート。この、もうとりあえずこの実況はデートするまでは絶対終えれないから。カラオケの女の子。学力めっちゃ下がってる！カラオケ行くと学力そんな下がんの？嘘でしょ。そんな下がんなくていいじゃん。そんなことが起こるか。ちょっと待って。こういう。健康もまだ97あるから多分まだ大丈夫なんだよな。そんな下がる？ちょっと身だしなみが悪いみたいなのあんのかな？結構高くなってきたような気がすんだけどね。学力ゼロはまずいよ、さすがに。期末テスト、お！やっば。やっば、学力3ぐらいしかないんだけど、やっば。俺が思ってるより早めに中間テスト来た。日頃の勉強の成果の見せどころか、見せどころだ。お前学力3だぞ。うわ、なんだこれ！全然解けない。問題ばっかりだ。こりゃダメだ！こりゃダメだじゃねえよ、お前。とりあえず試験は終わった。お！珍しく喋りかけてくれてる。でも明らかに機嫌そうな顔してる。部活断っただけなのに。その表情からすると、試験ダメだったのね。情けないわ。おいおい、高校仲良くしようっつってたじゃん。手芸部入んなかったら罪ってこと？ひどいなぁ。もうあの女とは俺も付き合いません。はい、もうちょっと。もうあの女とは一切連絡は取らないとして、プレゼントちょっとしてみようかな。で、ユミ先輩にプレゼント。プレゼントからの午後にデート攻撃ね。こいつ誘い方が悪いんだよな。もしもし、高坂ですけど、プレゼントしたいものがあるんです。私にプレゼント？ありがとう。缶コーヒーのお礼です。何もプレゼント、お金で買うんじゃないの？お前！それじゃあ、こい、いやー！持ってないのに！俺持ってないのに！やばい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 ！やばい、持ってないんだって！僕はユミを呼び出して公園で待っていた。ちょっと待ってくれよ。そろそろ来る頃かな。やばい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 ！俺もな、もう家にあるもんでいいから持ってけよ！スポーツタオルでいいから！わざわざ呼び出して！女の子一応こういう時ちゃんと、ちゃんとした服着ていこうって準備も多分してくれたよ、きっと。私にプレゼントって一体何かな？楽しみだわ。やばいやばいやばい！実はその、プレゼントなんて、ないんだ。やばい、こいつ病気だわ、病気。何それ？私を騙したのね。違うんだよ！もう、お金、8300円あげます。8300円、現金プレゼント。失礼しちゃうわ。女の子をからかうのもほどほどにした方がいいわよ。じゃあさよなら。しまった。すごくまずいことしてしまった。本当だよ、お前。いい加減にしろよ、お前。終わっちゃったじゃないか。二つの女の子からこれ嫌われてるだろ、お前。はい。なんかちょっとダメになった感じする。もうあの子しかないな。靴紐をプレゼントしたあの子しかない。
せっかくバイトして出したのにな。プレゼントどこで買うんだよ。高尾瑞希。もうこの子しかない、俺には。頼む！瑞希ちゃん、俺とちょっと、公園でいいから、僕とデートしてもらえませんか？小学校1年生のデートの誘い方なんだよ。来い！うわー！ダメなの？靴紐あげたけどダメなの？何やったらいいんだろう。身だしなみクラブカラオケゲーム。いや、だってさ、街にお出かけとかないじゃん？勉強はもう常に頑張りましょうか。で、クラブ以外になんかあれなんだな、体力を上げる方法はないんだね。身だしなみ。とりあえずイケメン、頭がいいイケメン目指そう。大学生だったら絶対モテるからそれ。来た！今日は僕らのクラスに転校生がやってくる。女の子だという噂だったから。クラスの男子生徒はみんなちょっと期待してたんだけど。おー！メガネ！一人はいるよね、こういうゲーム。はじめまして。すごい名前だな、ミリーちゃん。今日からこのクラスに転入することになりました。森園ミリーです。私の趣味は勉強することと経済新聞を読むことです。No。何か質問ありますか？ No。 趣味が合いません、あなたとは。教室は静まり返ってしまった。ではこれで自己紹介は終わります。もっと賢い学校行くだろう、こういう子。ふーん、森園ミリーか。お前ちょっとそういうなんかさ、しゃに構える感じやめろよお前。ふーんって、なるほどねみたいな。あ、え、大丈夫？一体なんだろう。あー、来たー。レトルト君、最近ちょっと格好良くなった気がするけど、ちょっとなんか襟足伸ばしてるんです、僕。気のせいじゃないですよ。格好良くなるとモテるんだなー。この二つだけやってればさ、好感度勝手に上がるんじゃない？確かに格好が73だもんねー。学力も上がってるし、これは来てるんじゃないか。待って、一応ちょっとこの交友を見ましょう。あ！変わってない。何も変わってない。誘えることあんのかな？誘える可能性ってあんですかね？ランダムかな？今んとこ全滅なんだけどさ。水木ちゃん！デートしようよ！デートしないとこの実況終わらせられないんだよ！俺のことトルトルって呼んでくれよ、水木ちゃん！水木ちー！デートしてもらえませんか、水木ちー！ウォーター！ウォーター！ウォーター！もうごめんね、ダメなの。ダメなの。ただ、俺は諦めない。俺は諦めない。おい、ウォーター！ウォーター！ウォーターホープ、ウォーターホープ水木、ウォーター希望、デートしてもらえませんか？もっとなんかさ、暇かどうかだけまず聞くのがいいと思いますけど、今日だもんね。ダメ！もう無理！もう無理じゃん、もう！もう無理じゃん！このゲームクリア不可能だよ、本当に。なんかもうエンディングのさ、なんかエンディングで告白された音声みたいなのあるからさ、もうそれ聞いてやるよ。それ流して聞いてやるわ、もう。こうなったら。とりあえず、身だしなみをやったら褒めてくれるの分かったから。で、勉強ね。中間滑ったから、それバレて、情けないわねって言われたから、勉強とこの見た目はかなり大事なんですよ。お金も勝手にお小遣い1日100円もらえるみたいなんで。あ、遠足の時の出来事。はい。やっと目的地の猿山に到着したぞ。めっちゃ猿いるな。さあ、弁当だと思ったその瞬間、突然、佐伯ルルナの悲鳴が聞こえてきた。いやー、ルルナのお弁当、猿が持ってっちゃった。これはかっこいいことを、とこ見せるとこじゃない？ほら、あの岩の上。あ、女の子同士が会話している。珍しい。あ、ルルナちゃん、私取ってきてあげるよ。実は岩登りも得意なんだ。岩登りも。でも、危ないわよ。そうだ、高坂くん、代わりに取ってきてくれる。危ないって言ったじゃん。俺は怪我していいってこと？そんな表情してさ。
行くよ、行くけどね、運動神経悪いけどそのパラメーター影響せんやろな。小坂くんありがとう、あなたがいると便利よ、足元に気をつけてね。小坂くんって結構やるよね。お、女子の間で噂に。よし、弁当取り返したぞ。あーよかった、お弁当が無事に帰ってきて、俺の無事も俺の無事もさ、もうちょっとなんかさ、よかったって、みんな危険って言ってたじゃないか、お前。さあ、食べよう。おい、俺言えよ、お前。おい、もう、性格が悪いぞ、ルルナ。おい、ルルナ、お前。メインヒロインは絶対性格がいいもんだろ、お前。俺なしだし。んだ、これ。藤崎しおり以下。ときめきメモリアルになれない理由はここですよ。よし、もうラストだ。ラストに連絡だ。デートに誘う。水木。いける。いけるいける。さっき見てたでしょ？好感度上がった？そうね。ちょっとね、このままじゃ終われないんでね、この CD の中に入っていた、高尾瑞稀グッドってちょっと再生してみようかな。来た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 ！告白しに来ようとしてんのかな？本当だったら1万円とか出るんだろうけどね。あ、寒いのにこんなところまで来てくれて。まあ、3月ぐらいかな、卒業。いやいやいや、ごめんねってなったらさ、その俺を散々断ったこと謝ってほしい。お二人だけでね。うんうん。ねえ、私って最初嫌な女の子じゃなかった？嫌な女の子でした。あんなに誘ったのにね、断りまくってさ、ごめんねって、ごめんねって。かけられても知らん顔したり、それそれ、喋らなかったり、そうそうそう、声もずれてたって思って。うん。あの頃の私、素直になれなくて意地を張ってたんだ。あ、ツンデレですね。ツンデレが流行りだした頃なのかな。すごく嬉しかったの。ほうほう。偶然廊下ですれ違っただけでも嬉しくて。あ、まあね、かっこいいからね、レトルトさん。ソルトルかっこいいから。はいはいはい。だって私ずっと前から。え、ダメ、やっぱり言えない。言いなさいよ。いい、大丈夫だから。受け入れ体制立ってますよ。24時間いつでも受け入れますよ、あなたを。ドキドキするけど。ドキドキするね。そういうもんだよ。呼吸して。はい。気持ちを落ち着けて。落ち着け。素数を数え、素数を数えた方がいいよ。1、3、5、7、9。9は素数じゃない。好きです。あんなにもデートを断ったのに。開始30分でエンディング迎えちゃった。めっちゃオルゴール流れてる。おい、おい、おい、オッケーっつった？俺。嬉しい。別に俺オッケーっつってないよ、別に。はい。というグッドエンドが入ってたんですけど、バッドエンドもちょっと入ってたので、ちょっとバッドエンドも見てみようかな、みたいな感じなんですね。ね。ルルナちゃんのバッドエンドかな、これ。あの、性格、性悪女のルルナちゃんね。多分、こっちの好感度上がってきたら超可愛い子なんだろうけど。俺が告白するってことかな、ということは。めっちゃ嫌そうな声聞こえたな、今。あはあ、なにみたいな。俺から告白してんのかな、これ。待って。え？その先は言わないで。あ、俺断ったの、もしかして。え？何？俺が断るパターンみたいな？散々冷たくしてくれたよな、みたいな。うん、そんな目線で俺を見て、ううけけ猿山でも俺をコケにしやがって、みたいな。言ってんのかな、俺。さっき言いかけた言葉。うん。それを聞いちゃうと、うん、私たちの関係が壊れてしまうような気がして。あ、告白しようと、俺が告白しようとしてんのかな？あなたとは幼馴染だし、
ボーイフレンドとしてもすごくうまくいってると思ってるボーイフレンドって彼氏みたいなイメージあるけどね今はまだ恋愛未満のこんな関係大事にしたい恋愛未満どころか友達未満の扱いされてましたけどね私ああ、こうやってなんかオープニングの自己紹介とか告白のやつとかがこのポケットラブっていうゲームには入ってるんですね。いや、面白かったですね。なんかこの、Amazon で1円で見かけて、このパッケージ見て、なんやこのゲームとは思ってましたが、4000円かけた回ありましたね。なんか、この時代の頑張りというかね、すごい努力みたいなのものを感じれたので、またね、こんな面白げな、おかしなゲームを見つけたらやってみたいと思います。思ってるより、ちょっと変わったゲームでしたね。CD とリンクするという意味で。はい、ということでご視聴ありがとうございました。開始30分でエンディングをね、一応迎え入れたということで、またね、こういった変わったゲーム見つけたらやってみたいと思いますので、よろしくお願いします。もしよかった方は高評価ボタンを押してください。ありがとうございました。ポケットラブでした。